ここで明日の麦帯担当に宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは皆さんお楽しみの佐藤梨花ちゃんです。皆さん、梨花ちゃんの宿題何にしますか？私もね、考えてきたのあるんですよ。梨花ちゃんは最近ルタちゃんと一緒にモノマネをしているそうなので、なんか実際見たことないんですよ。やっぱ会える機会も少ないので、少ないので、そう、モノマネ見てみたいなと思ってね。お、見たい。お、見たいですかね。どうしよう、リカちゃん大丈夫かな。じゃあモノマネにしますか。何でもいい、いいことにします。なんか練習したのでもいいし、なんかやりたいなって思ったの。じゃあ書きます。佐藤リカちゃん、モノマネ。お願いします。いします。ゆみきなお、ゆみきなお。ほ、できました。遅くなってすいません。はい、こちらです。りかちゃんのモノマネ待ってます。それでは、前回メンバーからの宿題をやりたいと思います。はい、前回メンバーの弓木奈緒ちゃんからの宿題はこちら、モノマネお願いしますということでした。モノマネです。できるのか。何がいいですか。緊張出てきちゃった。ルナピー、クロミン、あ、ルナピーできますよ。じゃあ今から林ルナちゃんのモノマネをしたいと思います。いきます。3、2、1。え、あ、私ですか。あ、めっちゃお腹鳴っちゃったんですけど大丈夫でしたか。お腹の音聞こえちゃったかもしれない。どうしよう、大丈夫かな。大丈夫でした、聞こえました。似てる。聞こえなかった。よかった、聞こえなかった。モノマネ実は新4期生全員分でできるんですよ。ゆみきちゃん、ゆみきちゃんはなんか何種類かあるんですけど、なおなと、わかる、ほんまわかるっていうのをなおちゃんはよくやります。あと似てるかな。みゆちゃんはみゆねっていうのと、あと、え、違うよっていうのをたまに言うですよ。似てないですか。似てないですか。くろみんはですね、
んか結構全体で表した方が黒みに似るから、ちょっとここだけでやるのちょっと難しいんですけど、黒みはやっぱルナちゃんがやるやつよくやるんですよ。ケータリング取りに行かないってやつをすごく2人でやるんですよ。こう歩いてきて、ケータリング取り行かないっていうのをやるやつ。でもなんかすごいこれ大丈夫ですかなんかモノマネって言われて初めてやったかもしれないです。なんかルナちゃんとはよく電話で、あのお互いに電話で誰かのモノマネをしたりしてるんですけど、いやなんかこんなおやきの場でやると思わなかっただからなおちゃんすごいの出してきましたね全員似てると思う。本当ですか、嬉しい。すごいなんかうちはルナちゃんと私だけで若いやってたからすごいなんか新鮮ですで、みゆちゃんのこのモノマネは昨日みゆちゃんに初披露して、みゆちゃんからちょっとなんかみゆのことバカにしてないみたいなこと言われたんですけど、してないですしてないです、誰もバカにしてないです。仲いいってことだね。うん、そうなんですよ。よかった。みゆちゃんね。かわいい。青春って、よくわからねえ。青春って、よく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 、やるしかねえ。